ローマ人への手紙、三章。それでは、ユダヤ人の優れている点は何ですか割礼に何の益があるのですかあらゆる点から見て、それは大いにあります。第一に、彼らは神の言葉を委ねられました。ではどうですか彼らのうちに不真実な者がいたなら、その不真実は神の真実を無にするのでしょうか 決してそんなことはありません。たとえすべての人が偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。それゆえ、あなたが告げるとき、あなたは正しくあられ、裁くとき、勝利を得られます。と書いてある通りです。では、もし私たちの不義が神の義を明らかにするのなら、私たちはどのように言うべきでしょうか 私は人間的な言い方をしますが、見怒りを下す神は不義なのでしょうか。決してそんなことはありません。もしそうなら、神はどのようにして世界を裁かれるのですか。では、もし私の偽りによって、神の真理がますます明らかにされて、神の栄光となるのなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのですか。 善をもたらすために悪を行おうということになりませんか私たちがそう言っていると、ある者たちから抽象されています。そのように抽象する者たちが裁きを受けるのは当然です。ではどうなのでしょう私たちに優れているところはあるのでしょうか全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシア人も、 すべての人が罪のもとにあるからです。次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。悟る者はいない。神を求める者はいない。すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない。誰一人いない。彼らの喉は開いた墓。 彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦みに満ちている。彼らの足は血を流すのに早く。彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。 私たちは知っています。立法が言うことは皆立法のもとにある者たちに対して語られているのです。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら人は誰も立法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。立法を通して生じるのは罪の意識です。しかし今や 立法とは関わりなく、立法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、 キリストイエスによるあがないを通して、値なしに義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき、血によるなだめの捧げ物として、公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもって、これまで犯されてきた罪を見逃して来られたのです。すなわち、ご自分が義であり、 イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうかそれは取り除かれました。どのような種類の立法によってでしょうか行いの立法でしょうかいいえ、信仰の立法によってです。人は立法の行いとは関わりなく、 信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。それとも、神はユダヤ人だけの神でしょうか違法人の神でもあるのではないでしょうかそうです。違法人の神でもあります。神が唯一ならそうです。神は、活例のあるものを信仰によって義と認め、活例のないものも、 信仰によって義と認めてくださるのです。それでは、私たちは信仰によって立法を無効にすることになるのでしょうか決してそんなことはありません。むしろ、立法を確立することになります。